はいどうも、いつきんです。本日は次のバランス調整が来ましたので、恒例のバランス調整チェックということで見ていきたいと思います。次のバランス調整9月の12日ということなので、まだ少し先ですが、今回の調整対象を見ていきましょう。こちら英雄が星5月栄キセチェルミアプラン、制約英雄からアビゲイルアレンシア、星4月栄から赤テスとなってます。かなり量は少ないので微調整かなっていうところがあります。そして古代物が異世界の機械と明暗の右遷ということで、どちらも星5の古代物となってます。はい、それではですね、早速1人目、審判者棋聖、光棋聖ですね、見ていきたいと思います。光棋聖は僕はもう思い入れバッチリのね、最初に手に入れた月影なので気になるところなんですが、まずスキル2が変更されます。100% の確率で命中率ダウンと 75% の確率で防御力ダウンを2ターンの間付与。さらに自身のアクションゲージを対象の数 ×25% アップさせ、反撃されない攻撃に変更されました。さらに混力解放で効果抵抗無視ということで、かなり大きく変わりましたね。もともと反撃負荷というデバフを相手に与えていたんですが、自分だけが反撃されない攻撃に変更されました。そして混力解放で抵抗を無視できるようになったので、効果命中を捨てて火力とスピードだけのビルドにすることもできるようになったのと、追加ターンがなくなったので光ドミニエルに強くなったりとか、無償で混力を使えるフリーダと相性がめちゃくちゃ良くなりました。逆にアクションゲージアップの効果になったので、ポリティスとか闇ユピネに弱くはなったんですが、命中率ダウンと防御力ダウンは効果抵抗無視で付与することができるので、規制の後ろに速いアタッカーを置いておけば構わず一掃できるんじゃないかなと思います。スキル3も効果ダメージが上がっているので、フリーダ規制はかなりお手軽な攻め編成になるんじゃないかなと思います。僕もフリーダの動画で規制をね紹介したんですけど、ちょっと使いづらかったところあったんですが、この調整で非常にやりやすくなるんじゃないかなと思います。はい、続きまして光チェルミアですね。もう長らくね、あれほど最強だと言われていたチェルミアを見なくなって久しいんですが、まさかの投資キャラを脱却ということで、スキル効果はですねほとんど変わっておりません。まあ、ほとんどというか全く変わってないですね。単純に投資を獲得っていう内容が削除されて、スキルターンの英雄に変化しました。なので、今まで封印だったりとか、闘志のメタキャラを入れることで対策されていて、全く使えなかったっていう状況は多少緩和されるんじゃないかなと思います。ただ、厳密にはですね、スキルダメージとかは一切変わっていないので、今の耐久環境についていける火力が出せるのかって言われるとちょっと怪しいかなと思います。はい、そして次が闇プランですね。これもねめちゃくちゃ変わってます。パッと見はちょっと弱体化かなっていう風に僕思ったんですけど、内容を見てみるとですねかなり面白い感じに変わってます。まずスキル1がですね、強化効果を奪うという効果が変わりまして、 75% の確率で防御力ダウンを1ターン付与になります。混力は追加ターンが削除されて、効果発生率が 100%、 防御力ダウンが2ターンに変化します。これだけ見るとちょっと弱くなったんじゃないかというふうに思うんですが、次のパッシブスキルですね、これもね大幅に変わってます。まずクリティカル抵抗率が 70% アップ、肩代わりの効果は削除されています。さらに敵がスキルを使用した後、強化状態の場合略奪開始を発動、略奪開始は3ターンに1回まで発生します。この略奪開始というのが、味方全体に略奪と効果命中アップというバフを2ターンの間付与します。この略奪がついた味方は攻撃後に対象の強化効果を1つ奪うことができます。なので全体攻撃とかを持ってる英雄であれば、相手のキャラのバフを全体攻撃で一気に奪うこともできるという使い方ができるのじゃないかなと思います。で、肩代わりが消えてしまっているんですが、クリ抵抗によってワンパンの対策がされていたりだとか、
あとはこの略奪開始なんですけど、この発動条件ですね、接触技限定なのかフリーダみたいな非攻撃のスキルにも反応するかによってちょっとまた評価が変わってくるんですが、略奪開始というスキル自体はおそらく非攻撃スキルなのでモーション付きのスキルになるので、ポリティスが反応したりとかセリンが反応したりっていう可能性はあります。ただこの闇プラン自体がですね、そもそもスキル3が強くて、今光アラミンタが流行ってるように相手にデバフ解除の要因がいないっていう場合は相変わらずですね、爆弾付与によって一生動きを止め続けられるっていう戦い方ができるので、キャラ自体は非常にもともとパワーがある英雄なので、またこれから増えてくるんじゃないかなと思います。はい、続きまして制約英雄に移りまして、まず一人目アビゲイルなんですけど、今回のバランス調整で一番ぶっ壊れてるんじゃないかなと思うキャラです。まずパッシブが変更されまして、もともと後衛の味方が気絶するダメージを受けた場合、対象に不死と欠員を付与するっていう、まあ後衛の味方を守るっていう役割があったんですけど、強化負荷をつけられた時とかは不死がつかなくて生き残りはするもののそのまま死んでしまうというような動きになっていましたが、バランス調整後は対象の弱体効果を全て解除した後に不死をつけるという風な動きになるので、強化負荷をつけても問題なくなりました。なので光シェナと同じ感じで使えるので、簡易版の光シェナみたいな感じで使えるんじゃないかなと思います。特に今めちゃくちゃ流行っている闇カリンとも相性が良くて、闇カリンの強いところは持ち前のバトル開始時の不死をつけた状態で瀕死のダメージを負ってもアビゲイルや専用装備の不死っていうのは発動されません。なので一回気絶するダメージを与えた後、闇カリン自身が不死を自分でなくした後にもう一回 HP を削ると専用装備の不死が発動します。なのでそこにアビゲイルを重ねるとさらにもう一回 HP を削り切らないと倒せないというような状況になるので、計3回の不死を発動することができます。順番的に専用装備が先に出るのかアビゲイルが先に出るのかはちょっと試してみないとわからないんですけど、かなりの回数攻撃をしないと闇カリンが倒せないっていうような状況を作れるので、アビゲイルと闇カリンの組み合わせはこれからさらに増えるんじゃないかなと思います。そしてスキル3もですね、超絶強化されてまして、内臓の効果命中アップがつきます。バフではないので奪われたり消されたり強化負荷でつかないっていうようなこともなくて、スキル3を打てばそのスキル自体に効果命中がアップしているということで、もともとアビゲイルってステータスの余りが少なかったので効果命中に振るのが難しかったんですが、その点が改善されています。特に今の環境は生命力の高い英雄がアタッカーもナイトもプリーストも非常に多い環境になっているので、このアビゲイルの劣勝一つ取ってもかなり環境にマッチしているんじゃないかなと思うので、使用率はさらに上がりそうな気がします。そして続きまして、みんな大好きアレンシア、ついに来ました。僕も大好きなアレンシアなんですが、まずスキル1がですね、魂力解放が変更されまして、効果発生率が 100% になって効果抵抗を無視する効果に変更されます。もともと防御力ダウンが2ターンに変化するっていう効果で、味方のアタッカーに攻撃を渡すっていう意味ではもともとの2ターンの方が強かったかなとは思うんですけど、変更後は自分一人で戦う分には効果抵抗無視で確実に防御力ダウンを付与できるので、まあプラマイ0ぐらいかなというふうに受け取って出ます。そしてパッシブスキルも変更されまして、クリ率 20% 内蔵、これめちゃくちゃ嬉しいですね。今まで異物も相まって 10%、15% ぐらいは内蔵で上がっていたんですが、さらに追加で 20% ということで非常にステータス節約できるんじゃないかなと思います。そして心眼の効果も変更されまして、もともとの効果命中 50% アップも結構強かったんですが、心眼に劣勝効果がつくようになりました。この心眼に劣勝効果がつくのが非常に大きくて、もともとは追加スキルの圧殺にしか劣勝効果がついていなかったのでいまいち劣勝できないっていう状況があったんですが、今回の変更によってスキル1の殲滅と圧殺両方に劣勝効果が乗るようになったので、
裂傷率がかなり上がると思います。さらにもう一つ非常に大きな効果が専用装備の変更です。専用装備の3番目についてはスキル3を使用時に対象のアクションゲージを 20% ダウンさせる効果に変更されます。残念ながら効果命中アップの効果が心眼から消されてしまったので抵抗を持っているキャラには通りづらいんですけど、元々のスキル3にある自分のゲージを 50% アップとプラスすれば足の遅いアレンシアでも高頻度で攻撃が可能になります。さらに今の環境は高生命力の英雄、さっきも言いましたが非常に多くなっています。それに加えて今3属性の英雄がかなり少ない環境になってきてます。大体出てくるのが闇と光のアタッカーで、それ以外の属性についてはプリーストだったりナイトだったりはいるんですけど、アタッカーという点では3属性減ってきているので、アレンシアが苦手とするキャラクターもちょっと少なくなってきています。なのでその環境でアレンシアの裂傷はかなり刺さるんじゃないかなと思います。そして英雄の最後、闇アカテスですね。こちらはほとんど調整されてません。微調整という感じで付与するバフがランダムだったのが攻撃力アップに固定化されるというところで、今まで使ってる人、たまにね無限不死付与みたいな感じで使ってる人いると思うんですけど、まあそういった人は使いやすくなったんじゃないかなと思います。はい、そして最後古代遺物です。こちらも今回は微調整っていう感じですね。異世界の機械というユナの配布遺物がクリティカル発生率 10% が内蔵されます。なのでユナ自身だったりとか水着ベローナなんかにつけると適性がねかなり高くなったんじゃないかなと思います。そしてもう一つが明暗の汚染ということで、アミドの古代遺物ですね。こちら貫突で確定クリダメ付与になったのでダメージ計算とかが楽になるんじゃないかなと思います。はい、というわけでバランス調整今回紹介してきたんですが、結構地味に見えて環境また変わってくるかなっていう気がしてます。というのもアビゲイルとアレンシアですね、このあたりの調整が入ったのでまた3属性の3すくみが環境に現れてくるんじゃないかなと思います。裂傷効果を入れるためにアレンシアを出すと火のラビーが出てきて、火のラビーが出てくるとシュウが出てくるみたいな感じで、今ちょっと減ってきてる3すくみっていうのがまた環境に現れてきそうな気がします。そしてあとは月影もですね、審判者規制、まあこの辺は RTA で使えるかって言われると混力前提になってしまうのでちょっと難しいんですが、闘技場とかの AI 戦闘であればフリーダを使うことでベリアンがいても規制を出せるので、そういった戦いで、また環境が変わってくるかなと思います。そして一番わからないのが海賊船長プランですね。これに関しては今のプランも十分強くて、まあ、そこまで大きく変わってない、バフを奪えるようになったっていう点以外で普通にプラン強いので、このあたりが増えてくるとまた環境が歪んでくるかなという気がします。そしてチェルミアに関しては正直増えないと思っていて、結局封印されたらね何もできないキャラになってしまうので、チェルミアは増えないと予想しているんですが、いかがでしょうか。皆さんのね意見などもぜひありましたらコメント欄にお書きください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。